高校卒業後、阪神タイガースにドラフト指名されて、早3年が経った。しかし、一度も一軍に上がる機会なく、4年目に突入したある時、ついに、自由契約への最終通告を受けてしまう。プロの世界で生き残るため、彼は、持久力の強化に全てをかける。次回、練習で、一球も投げずに走り続ける実況、俺にブルペンはいらない。一発逆転をかけた謎の博士による人体改造の結果、悪夢のような後遺症を背負うことになってしまった。しかし、彼は、そんな逆境を生かすべく、打たせて取るピッチングを心がける。そんな彼に、一軍に駆け上がるチャンス、昇格試験が舞い降りる。次回、練習で、一球も投げずに走り続ける実況。運命をかけたテスト。一軍昇格試験を見事に突破した彼は、シーズン終了直後の阪神タイガース一軍メンバーに選ばれた。年末年始のオフシーズンは、気になるあの子とデートを繰り返す。攻守ともに充実し始めた彼は、ついに、オープン戦で、活躍の場を与えられる。次回、練習で、一球も投げずに走り続ける実況、一軍の壁、現る。オープン戦では、中継ぎ登板を任せられた結果、1イニング、打者6人に対して、被安打2本、四死球1個、自責点1点という、散々たる結果を残してしまった。シーズン開幕前から、タイガース首脳陣の期待を裏切ってしまった彼は、マイナスからのスタートを切る。次回、練習で、一球も投げずに走り続ける実況。ワンポイントリリーフ、俺。オープン戦では、不甲斐ない成績を残したものの、開幕から中継ぎ投手の一角として起用された彼は、打たせて取るピッチングを武器に、自責点ゼロの成績を積み重ねていく。前半戦のスタートダッシュが勢いそのままに、スタミナ二郎は交流戦に挑む。次回、練習で、一球も投げずに走り続ける実況。永久カイロアンダーハンド。交流戦そして後半戦へと好成績を残し続けたスタミナ二郎は、リーグ防御率11位の好順位を維持しながら、シーズン終盤戦へと突き進んでいく。無尽蔵のスタミナを生かして、スタミナ二郎は、阪神タイガースを、巨人との最終決戦の舞台へと導いていく。次回、練習で、一球も投げずに走り続ける実況。数センチの悲劇は突然に、